こんにちは。ことのは豆知識の部屋へようこそ。ということで2回目ですね。何の部屋だと思われる方にご説明いたします。私たちアナウンサーは日々言葉を使っております。そしてその言葉の元になるのがこちら、アクセント辞典、 NHK 出版から出されているんですが、もう全国のアナウンサー、系列局問わずですね、どの局でもアナウンサーはみんなこれを片手にですね、日々言葉を使っています。何が違うかというと、私が入社した当時はこれを使ってたんですが、今新しくなってちょっと分厚くこんな感じになっております。これを使って言葉を皆さんに日々伝えているわけなんですが、そうした中でこの言葉皆さんご存知ですかとか、こんな風に使ってませんか、でも正解はこっちですよというような言葉を、拾ってご紹介していきます。では2回目、今日はこれを準備しました。はい、こちら皆さん何と読みますか。今甲子園でね、高校球児たちが頑張っていますが、何々選手にうんとかを雪辱を晴らしてほしいなどとつい使っていないでしょうか。これは丸か×か、何がおかしいのかなって思いますよね。よく考えると、はい、雪辱を果たす、屈辱を晴らす、これが正しい日本語なんですね。国語の先生だとそうそうっておっしゃるかもしれませんが、おそらくですね、これが混ざっちゃって雪辱を晴らすって言ってしまいがちなんですね。使ってませんか。正解はこの雪辱を使うんだったら雪辱を果たす、屈辱を使うんだったら屈辱は晴らすものですから、屈辱を晴らす。で、まあ、今の言葉をこんな風に使うといいんじゃないかなと。雪辱を果たしてほしい、晴らすんじゃなくて果たしてほしい、何々選手に雪辱を果たしてほしいと使えば見事綺麗な日本語になります。難しいですね。もういっぱいいろんな言葉がありますから、ついこれ知ってる、それぞれ知ってるけど足してしまったり、なんかこう変な風に複雑にクロスして使ってしまったりしまいがちですが、ぜひ皆さん日本人として日本語を大事にしてもらいたいので、使うときはこれかこれ、もしくはこれで次の会話はしてみてください。ことのは豆知識、今日はこの雪辱というところでお話ししました。